さて、東京駅丸の内駅舎が来月1日に再開業するのを前に、今日東京駅駅中施設で買える駅弁やお菓子などが報道陣に公開されました。ついに姿を現した東京駅丸の内駅舎。一足先に6月にオープンした地下1階のグランスタのほか、10月1日には1階中央通路にセントラルストリートという新たな商業施設もお目見えします。地域のお客様でもですね、クイックなサービス、こういうものが地下に比べて一層求められるだろうと。今回駅舎復元を記念した限定商品に各社熱が入ります。とんかつ前線では駅舎が2階建てから3階建てになったのを記念して3階建て弁当を、また帝国ホテルでは駅舎のイラストをあしらったオリジナルボックスのチョコレートを販売します。こちら豆田のお稲荷さん、表面が東京駅の赤レンガになっているんです。ではいただいてみます。うん、面白い。中がカレー味になっているんです。1日平均220万人が利用する東京駅。担当者は1日の売り上げのうちおよそ2割を占める朝の時間にビジネスマンが手軽に購入できるものを揃えたいとしています。